はい、3回目のクレア役来ました。何回やるんだって話ですけどね。今度こそね、余裕を持って倒したい。では行きます。ポチポチ、こう来るよね。まずは下がって撃つ。もう撃っちゃうよ。まあまあでしょう。 OK OK。あー、わかんない、危ない、岩投げだった。危ない危ない。 OK、 頭を壊していく。危ない危ない。これで終わりだ。 OK です。かなりいい戦いしたと思います。成長の跡がね、見えます。47秒で撃破です。高タイム。そして流玉のかけらは出ず。3回目にしてね、いい感じになりました。親指成果です。人差し指ね、ずっとエイムしにくいなと思ったんですよね。ずっとねポケコ人差し指でやっていたんでね、もう人差し指ばっかりだと思い込んでました。モンハンナウに関しては親指です。だんだん慣れてきました。 SP も出しやすいんですよ。親指の方がスッて出せます。人差し指はねちょっとねワンテンポ遅れるんですよね。では次行きましょう。次は何かな。ではこの辺こなしてね、次行きます。次はリオレイヤーだったかな。相手に不足なしです。はい、続いてジョーリオレイヤーとの越見です。早く攻めたくてね、回ってきました。最近この親指操作をね試したくて仕方ないです。親指って言ってますけどね、左手も大事です。左手がエイムです。みんなねこの辺自然とやってると思うんですけど、気づいたのは良かったです。ずっとねやりにくい方向でやってきたので、この方法がすごいってことが分かりました。じゃあでは行きます。ポチ、もしかしたらやられてしまうかもしれませんが、やっていきます。ポチポチ、リオレア行きます。これはどう来る。回転、オッケー。危ない、もう打っちゃう。どうだろう。弱点貫いてない。あ、方向か。方向で使えばよかった。羽を壊していく。 OK OK、 羽を壊していく。もう一丁、これで終わりだ。撃破です。一発撃破。黒弓とね親指操作が合わせだったらもう無敵です。無敵ってことはないな。流玉のかけらは出ず。やっとね親指操作に気づけてよかったです。コボンの快進撃はまだまだ進みます。ではチャプター9コンプリテッド。ぴょん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 。チャプター10、射程つく風。あ、次レギナか。レギナは大変だと思います。レギナはね貫通厄介だと思います。その前になんかいますけどね。どんどんやっていきましょう。はい、緊急ゲスト。次は2回目のパウルムです。今回火属性で挑んでいます。親指操作なら勝てるんじゃないだろうか、わからんすけど、1回やってダメだったらやめます。グレート9のレベル5です。攻撃力は1147ですけど、属性で1041加わります。暗闇をちょっと上回ります。では行きますか。親指操作で勝てるかな。ポンポン、お、飛んできました。こう溜めるよね。1,2、あれ溜めどうだったっけ。もう一段階だっけ。あー、くそ割れていく。いいダメージ入ったよ。いい、1 2 1 2。危ない。
ダメだ。勝てるかな。あ、勝てました。勝てたけどギリギリだな。利欲のかけら来い。オールレア1っていう、まああっちはグレート10のレベル3ですからね。こっちはグレート9のレベル5です。まあ、こんなもんなのかな。やっぱり戦いやすくはなりました。親指操作でね、狙いがつけやすい。狙いで肝心なのは左手ですけどね。とりあえず1回で勝ててよかったです。では次です。墓地ではこの辺やっていきます。はい、緊急クエスト、次はレギーナです。苦手なレギーナ。よくね、適正距離ってコメントいただくんですけどね、できればね、何分何秒にこういう動きしたら距離取れるよっていうね、具体的なコメントいただけるとありがたいです。適正距離はね、十分知ってるんですけどね、レギーナ接近してくるんですよね。まとわりついてくるんですよね。でバックステップすると突進してきてやられちゃうっていうなもんで、距離が取れないんですよね。まあとりあえず行ってみます。なかなか難しいと思うんだよな。ではレッツラゴー。お、飛んできた。これ難しいんだよな。まず接近してきますよね。もう打っちゃえ。オッケー。そんな減らないな。あ、外していく。これバックステップすると当たっちゃいますよね。ダメだこれ。これは全然ダメだ。これに関してはもう分からんすね。もう一回言ってみます。こればっかりは分からん。あー、 SP 合わせの方がいいな。外していく。ダメだ。くわー、ダメだ。序盤結構いい戦いしたんですけどね、ジャスト回避連発して。もうちょっと頑張っています。ではいきます。 SP は方向合わせで打つ。だいたい53秒ぐらいです。ではレディーゴー。飛んできました。まだまだ。OK。 ここか。あー、ダメだ。56秒か。 OK。 まだまだ。ここか。ダメだ。3回目の攻撃の後ですね。まだまだ。ここだ。オッケー。うわ、微妙。
ケー、ひるんでいく。ここ危ない。あ、ブイダメだ、当たってない。強いっすねレギナさん。はい、続いてね、装備を見切り型にしてみました。集中レベル4、見切りレベル2、弱点特攻レベル2、連撃レベル2。これいってみましょう。危ない、ダメだな。くー、見切りじゃないのやっぱりな。やばい、集中力が落ちてきました。そろそろ決着をつけたいところです。ではいきます。あー、ダメだ、もうダメだ。くー、ちょっくらカガチメールの回帰ルアップをつけて様子を見てみます。まあこれでもやられるんだろうけど。やっぱり苦労することになると思ったよ。まだ SP 溜まってないんですよね。これね、バックの方がいいと思うんですよね。ダメだ、ジャスト回避狙おうとするもダメ。いや、それにしても何回も挑戦できるのがいいですね。結局装備元に戻しました。集中4、連撃3、弱点特攻レベル2。これでいきます。最初の気持ちを思い出せ、ゴー。これはね、後ろに行かず横行きます。無理はしない。撃っちゃう方向だったんだけどな、怖くて撃っちゃったよ。一応かわせてよかった。違う違う、ダメだ。オッケー、オッケー、いいダメージ入ってるよ。オッケーオッケー、オッケー、撃っていく。怖い、オッケー、撃破です。結構浅い倒せました。ほどほどのところで倒せてよかったです。流玉のかけら来い。今の普通に倒せましたね。初戦と同じ感じなんですけどね、やっぱり SP で方向を避けるのが重要なんだと思います。では次いきます。受け取る、チャプター10コンプリーテッド。ではまたね、次あります。迫り来る脅威。じゃあね、次狙っていきましょう。